ベスト3送っていただいております、うん、まあ、後々はベスト3じゃなくてミスを自由にね、どうぞというか。ラジオ三平、えなりかずきの金庫にしまってある宝物ベスト3。3位、お年玉を貯めて初めて買ったトランシーバー。2位、50年代に作られたラルフ・ローレンのヴィンテージポロシャツ。1位、スガコが食べ残した握り飯。好きなんだ。よっぽどなんだね。好きやね。好きじゃないとそれやってらんないよね。スガコが好きだからって言われてる。好きじゃないとあんなに渡る世間出てらんねえよ。そうですけど。若い時から思春期も。ああ、そうか。思春期出たくねえだろ、いずめピンコと橋田スガコ。スガコが好きだから出てたわけじゃないと思いますけど、普通お前なんだ16で橋田壽賀子と泉ピン子のドラマって言ったらちょっと反抗するだろう。きちいっすね。それはきちいっすわ。それずっと出てんのはやっぱこういうことだ。好きだから、好きだからだったんだ。ラジオネーム青コーナー赤松。勃起したチンコに引っ掛けたらおしゃれそうなものランキング。3位、阪神の金本監督とかが首に巻いてるあのアクアチタンのネックレス。2位、首長族の首のやつ。さあ、1位、ホテルの寝てますのやつ。まとめに起きてんじゃねえか。なかなかいいじゃん。すげえ。すげえ面白いな。ラジオの三平。喉がカラッカラに乾いてる時に絶対飲んではいけないドリンクベスト3。うん、3位、コーンポタージュ。2位、豚汁。あ、1位、森久美子の尿。なんでなんでバカか。尿全般って。尿全般ならわかるけど、なんで人限定して。なんで森久美さんなんですか。もん普通に、もんでだろうな。頭皮が、ああそういうこと。多くなっちゃうか。喉乾くか。結果喉乾いちゃうか。それは嫌ですね。そう考えたら確かに。そこまで読むんだ。どうコーンポタージュと森久美子さんの尿を、あ、おいよ、じゃあ、ほい、どっちか飲めよって言われたら、どっちがいて。いや、コーンポタージュでしょ、それは。マジ？いや、どっちを飲むんですか。意外だ。森久美子さんと、コーンポタージュ。マジじゃないでしょ。ラジオネーム、シドジェット気流。こんなところに、おちんぽがあったら、気づかず触っちゃうかもな。こっち、それ。3位、学校の花壇。2位、釣り具店のリール売り場。1、フライドチキンのファミリーパック。ああ、触っちゃ。触るのは触るだろうけど。食べられはしないだろう。食べてもらいたいんだろうね、もう結局は。そうですよね。触っちゃう、触っちゃう。どう？どこ入れたい？どこ入れたい？チンチン。誰か女優さんの楽屋のこうテーブルのとこに化粧品とかのチンポッコだけ飛び出てる感じ。僕全然やってるね。やってる。でもすぐ警察呼ばれて終わりだぞお前人生。なんで真面目なんだよそこ。急に。お笑いのやつじゃん今だって。すいません。お笑いのこと言うのはお前ら今井花に負けてんだから。そうです。いつ勝負してくれんすか大将が。ラジオネーム超重ギガジャクソン。料理に恵比寿吉和のチンカスを入れた時のヨネスケのリアクションランキング。2人出てきちゃった。3位、なんか変なの入れた。2位、奥さん、これ腐ったりしない。あれの番号腐ってたりしない。1位、あ、これチンカスだ、うまい。うまいんかい。うまいんかい。言いそう師匠。これいいんじゃないですか。気づいてうまいんだ。いや、これチンカスだ、うまい。うまいんか。隣の番号だ。あー面白いな、ヨネスケ師匠。ラジオネーム超重ギガジャクソン。飼い犬が鍋に入れられていても気づかず食べて美味しいと言ってそうな有名人。うわやば。3位、これやばいな。長州力。2位、和島幸一。うわ1位誰だ。佐々木健介。みんなこれみんな一緒。くくり一緒。長州、和島、佐々木、同一人物。違う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 違
続いてコーナーベスト3、うん、いろんなもののベスト3教えてもらってます。ラジオネーム我が名はしたか、ろ過せずに飲めるものベスト3。さあ3位山の雪山の雪解け水、はいはい、2位地下から湧き出る清流水、いい1位エマ・ワトソンの尿。ほらほらほら、設定そうだ、そうだもん。飲めるけどすごい名前、予言者だすげえ、予言者だったんですか。ラジオネームあんこ餅、なんやかんや紆余曲折あって結局一周回って可愛いものベスト3。3位リラックマ、2位広瀬すず、1位自分のおちんちんちょっとそうっぽかったいや俺だけど、落合が入ってたようにその女性もんのパンティー入った日には俺もう、はい、もうダメだわ今日。ああやって見せられないもんみんなに。そんななっちゃうんすか、うん、やっぱ女性用の下着と、パンストを履くとやっぱもうちょっともう本当に闇金牛島くんに出てくるクソクズみたいな。いたいた、ふわいましたね。電話を受ける興奮するやつ、うん、やばすぎるでしょ。言わない方がいいんじゃないですかね。わかんないけど。言わない方がいいんじゃないですか。言わない方がいいことなんてないんだよ。こんな仕事やってんだから。すいませんでした。イメージ商売の何でもかんでも、かっこつけてる連中とは違うんだから、我々は。確かに。我々はパンストを履いたらおちんちんが立って興奮しちゃうんですっていうのを、言うことでお金をもらってる仕事。そんな仕事そんなことめちゃめちゃ叩いてますね、それ。そんなことお母さんのパンティーをジップロックに入れてな。それでやっとお金がもらえる仕事だ、我々は。ようやくお金もらえるんですから、これで。すいません。我々はラップの世界の人とも、役者の世界の人とも、女優さんとも違う。はい、我々はこういう仕事をしてる。どんな仕事っすか。そうでもない気しますけど誰にでも頭下げるしね、我々は。そうですね、それが我々の仕事ですよ。そうです。そしてそれよりも地位が低いのは辻くんな。それより低いですか。辻くんだけは低い。追加そうじゃないですか、辻さんは。追加なんてご飯食えないから。飯食えないんだ。飯食えない人はもう弱いから。そうか、辻さんダメだな、それは食わないと、うん、それすごいね。で、待って、ちょっと今度参戦してみるじゃん。虫食いに。大食いに、ディレクターと、酒井と俺、誰が一番偉いのか、そろそろはっきりさせなきゃいけないようで。ラジオネーム、チェコの大砲。チンコに掘ってあったら一目置いてしまう柄、ベスト3。3位、ゼブラ柄。チンコにね。2位、和柄の錦鯉でしょ。と1位、アルゼンチン国旗の真ん中の太陽。黄色いやつ、笑ったやつ。黄色いやつあるわ。色は全部。ラジオネーム、勃起シーズン到来。ブロンドでガウンが似合う美女ランキング。うん、3位、キャメロン・ディアス、うん。2位、マリリン・モンロー。1位、カンドリ・シノブ。うん、もう一つです、ラジオネーム、謎解きポテト。蛇にフェラチオをされているムツゴロウさんが言いそうな言葉ベスト3。これあのほとんどこれ普通ダメだよ。ダメだよ。いい加減してくれろ。言えない。平気で書いてきてるけど。甘くなってるな、ちょっと。さあ、これフェラチオ、あ、いい、これやめなさい。2位、犬や猫もいいけど、やっぱり冷静、ヘビは格別だ。冷静だな。2位冷静だな。1位、それだろ絶対。それでしょ、幼稚なんだよ。あげとくか、じゃあ1枚。もうラジオネームマザーズミルク。翔英がしそうな将棋の反則ランキングベスト3。3位、二歩。2位、桂馬を食べる。もうおかしい。1位、
ゴフ気づけや肉で肉で巻きでしょまずゴフゴフゴフ見てくれたんだいやーあげエンジェルあげとこうかゴフあバカすぎるな、ラジオネーム謎解きポテトカレーの隠し味として使えるものベスト3、3位リンゴ、2位ハチミツ、1位北川景子さんのしょんべん、ほらしょんべんきた絶対そうだもんしょんべんきたわ味系きたらしょんべんなもう酒井はしょんべん好き好きじゃねえっすよ大喜びしてる ラジオネームパンチドランカー斉藤、小泉純一郎が母乳バーに行った時に言いそうなセリフベスト3、3位鮮度がすごくて感動した2位歴史に残る名母乳だ1位えこれってオプションで直飲み追加できるんですか言うわけねえだろくだらないんだよ1位が1位が絶対言わないやつだ直飲みだ何言ってんのよラジオネームビワ乱調にあり相棒ドラマ相棒で杉下右京が言いそうなセリフベスト3、うん、いかにアナルの中が治外法権だとしても一歩アナルの外に出てしまえばその時点で密輸となりあなたは法で裁かれます。それサインなの ?2 位犯行の瞬間あなたは自分の皮を剥いてさも自分が法刑ではないように見せかけたしかしあなたの祈祷は赤くテカっていた。法系じゃない人間の祈祷は赤くありません。え？それが証拠です。そうなっちゃうの？1位。これですか。いいえ、これは紅茶ではありません。女子高生のしょんべんです。もういいよ。出すぎっしょ。しょんべん。ジョボジョボ出てますよ、もうちょこ。1コーナーに3しょんべん出てますよ。なんだ、3しょんべん。3しょん。ラジオネームエモペ、振り分け親方が七尾さんにアナルを責められた時のリアクションランキングベスト3第3位はっ恥ずかしいでごわす第2位はっあんまり見ないでほしいでごわす1位ひぃーいくいい加減にしろブレイクコーナーベスト3ラジオネーム我が名は明日か、風呂上がりはやっぱりこれベスト3、絶対いいじゃん。絶対3位コーヒー牛乳、2位ビール、1位マイコラス嫁のショーンがめちゃめちゃ美人だ美人だけどな。ラジオネームセンターエビス、風俗嬢に言われて嬉しかった言葉ベスト3、あこれ冒頭のだから風俗嬢辞める人も聞いててくれたらそっかこれ参考にしてもらえれば、うん、3位すごいこんなの初めて、うん、いいな、2位私たちってすごく相性いいのかも、あめっちゃいい、1位もしかして舘ひろしさんですかなんで、なんで嬉しいのかなんで、まあ嬉しいのかな、嬉しいけど、いやいいの来たの、さっきちょっとセンターエビスちょっと坂東さんの件が起こったんだけどこれをあげよう、おっすごい、お疲れっしょ、パンなんでだ、ラジオネームシドジェット気流、こんなところに金玉があったら気づかずに触っちゃうかもランキング、3位ガマ口の小銭入れ、2位うどん屋で出されたお稲荷さん、1位チキンナゲットのファミリーパック、この前も言ってなかったラジオネームラッパーザキバチョフ、田中邦衛が間違えて食べちゃうものランキング、第3位
たらこと明太子、うん、第2位プリンと茶碗蒸し、あ第1位ソーセージとダイナマイト間違いない、おっそんなバカではないだろ。ラジオネーム謎解きポテト、象の鼻がアナルに入ったムツゴロウさんが言いそうな言葉ベスト3。3位、い意外と入れやすいな。2位、あー気持ちいい、これさえあればバイブはもういらない。1位、助けてくれ避けるよ普通に普通だったら普通なんだ余裕なんじゃねえのラジオネーム、バラマンディ、一度は住んでみたいところランキング、3位ニューヨーク、2位ハワイ、うわ、1位広瀬すずのアナル。まあ、住んでみたい。まあね、今日中にはお似合い。ラジオネーム、扶養義務。日本国民に聞いた2017年の重大出来事ランキング。うん、3位、稀勢の里初優勝。うん、2位、侍ジャパン惜しくもベスト4敗退。うん、1位夏川純年齢サバ読みから10周年。10年経つんだね、もうラジオネームエモペイ、七尾さんにぴったりな源氏名ベスト3、まあキャバクラとか風俗勤めた時の名前ですよね、はい、七尾さん。3位若菜ちゃん第2位みやびちゃん第1位アナルクイーンジェシカ。いや、アナルクイーンジェシカ。パン、ラジオネーム三平、フルマラソンを走り終えた宋兄弟がお互いの健闘を称え合った後に言いそうなセリフベスト3、うん、お疲れ様って言った後ね、はい、3位メガネ曇ってるぞ2位お前変な顔してんなそこで言いますよ1位あっち行けそうもない見たくない、言いそうなの見たくない、今そう兄弟いじりますすげえないや、あげとこう。パン、逆に新鮮です、ね。ああ、面白い。どうしようかな。ラジオネームはどうしようかな。ラッパーザキバチョ。飲もうとしたものが白ワインじゃなくて、ガソリンだった時の田崎真也のセリフランキング。これは変な匂いがしますね鈍感だな3位うわこれ本当に飲めるんですかバカだな1位うんべーダメだわいガソリンじゃんって言わないで言わないで飲んじゃうんですねそれが1位じゃないとワインと出される、ラジオネームおまっとさんでした。朝起きるとベッドに馬の生首が入っていた時ののんちゃんがしそうなリアクションベスト3。3位わあ馬の生首だしんちゃんかな。第2位くっせえ誰だオラの部屋で草屋焼いてるバカスケはしんちゃんのんちゃんって言っちゃったんだこいつ第1位あぶねえなんかあのんちゃんねあぶねえ
なんかあったけえから、ネションベンしまったと思ったら、馬の血だったっぺよこそけこれ、あれね、脳年レナちゃんの。ああそういうことか。すいませんでした。お詫びにあげときます。パン以上です。続いてはベスト3のコーナーですね。何でもランキングお待ちしております。ラジオ三平。吉野家で他の客が食べ残した牛丼を物欲しそうな目で見つめる長州力が、うん、これいただいてもいいですかとお願いして、うん、きっぱり断られた後に言いそうなセリフベスト3 3位お腹空いてるんだけどな第2位まだ食べたいんだけどな1位これいただいてもいいですかいつこもう一回いつこなんで諦めないですか滑舌あるから聞こえてないのかなと思ったはいなるほど、はい、あ、これいただいてもいいですかはいいやいやこれいただいてもいいちょっと丁寧に折れないんだこれいただいてもいいですかラジオネームオール下半身巨人宇宙飛行士が船内で言いそうなランキングベスト3、うん、3位地球は青いなぁ、うん、2位無重力は楽しいなぁ、うん、1位シコルから向こう行ってて1位なんですかそれでも言ってそうだなそうかな、はい、あるかでもあるだろうな長い時間いたら長い時間ラジオのラッパーザキバチョフこの世で最も硬いものランキング3位鉄、うん、2位ダイヤモンド、お1位渡里哲也の金玉金玉かダイヤモンドより金玉金玉かイメージないけどそうなんですか気合が入ればジョンオチック倍金倍の時は硬い一番ダイヤモンドより硬いジョンオチック倍の時はガチーンダイヤモンドよりすげえそんな力入れてますねラジオネーム急騰流田中邦衛にしても田中邦衛さんにやっても死ぬまでギリギリ気づかなさそうないたずら3位家にある全ての時計の針を6時間進める2位シャンプーの中身をローと入れ替える1位寝てる間に胃を取り除くいやいや気づく絶対気づかげにしろラジオネーム我が名は下か津川雅彦が手こきされてていきなり玉金を攻められた時に言いそうな言葉ベスト3 3位どうしてわかったオソックス2位金太郎1位抗がんマッサージ最高言わねえだろストレートに言ったラジオネームこんなんばっかだろラジオネーム今頭痛が痛いアナルに肉じゃがを入れた時の料理研究家土井善晴先生が言いそうなことランキング3位うんじゃがいもホクホクですねイントネーションそんな感じだな第2位糸こんにゃく気持ちいいめっちゃ OK 1位熱いじゃがいも熱いよ無理無理もう1位大体一緒じゃんいつもムツゴロにしても何にしても熱いそりゃそういい加減にしてよ3位が一番面白いかもしれないですねあげとくかおパンラジオにもマットさんでした原田が船木にペニバンでアナルを攻められてる時に言いそうなことベスト33位痛い痛い2位もっと優しくして1位船木だろうなだろうなジャンプの名シーン言いそうなが多すぎるだろお前一体重何だよいや同じじゃん
ラジオネーム寝たきりこぼし。ガッキーと一緒にボーリングに行き、ガッキーがボーリングの玉の穴と間違えて俺のアナルに指を突っ込んでしまった時に俺が思わず言っちゃう言葉ランキング。3位、いや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 、入れる穴間違えてますから。2位、何ですかこの状況。1位、くーいはーいくー一緒じゃん。だから全部全部一緒。やり口こんなのお前ら自分たちで自分たちをパクってるだけじゃないか。どうだめネタ共有しますよ。ネタ共有が多いね、本当に。ラジオネーム、あ、これはいいですよ。ラジオネーム、謎解きポテト。人気の俳句作品ベスト3。3位、かき食えば、鐘が鳴るなり法隆寺、正岡子規。第2位、古池屋、買わず飛び込む水の音、松尾芭蕉。1位、さあ飲もう、有村架純のしょんべんを。俺。いや、それ一緒じゃないですか。いや、しょんべんどうしかねえじゃん。なんだそういうブームやめてくれる。ラジオネーム、大丈夫を気取ってます。いいともの習字コーナーで包茎と書かれた作品があったときに書道家の森大栄先生が言いそうなことベスト3。 3位、包茎の包という字は包むとも読みます。なので止め跳ね払いもしく払いも優しく包み込むように書くといいですね。第2位、これは力強い包茎ですね。包茎でも恥ずかしくないぞという意思が作品からも伝わってきます。1位、くっせえ、これ墨汁じゃなくて精子で書いただろう。全然わかんない。言わないもん、そんな言わないっすよ先生。ラジオネーム弟子の正彦。さかなクンの頭にマグマをかけた時のリアクション。何してんだよ。最初わかんねえんだよ。キョギャー。2位、キョ。1位、ギャー。いや、そりゃそうだ、そりゃそうだ。冗談って言ってる場合じゃないんだから。よ、なるほど。絶対あげないこんなの。そこまでよくたどり着いたのそのね。ラジオネーム三平。中島みゆきの名曲ファイトを聞いた翔英が言いそうな感想ベスト3。3位、ファイトって確か英語だぞ。バカだろ。すんげえ、そればっかり考えちゃった。第2位、長いな。いやいや、めちゃくちゃいい歌だから。全部飽きないでずっと聴けるもん。1位、この声、さては女じゃん。いや、バカだ。悟空みてえなリアクションすんな。おい、この前ちょっとバンパンさせてくれじゃないのよ。あの、確かめる。いや、もうじゃあエンジェルあげとこう。パンパン。もうちょっとだからな。どうしよう、迷うな。ちょっと繋いどいて。はい。いやー、ハリーポッター見ます？ハリーポッター。ハリーポッター。はい、うん。好きなシリーズあります？賢者の石。あ、一番最初ですか、うん、いや、そうですね。まあ、一番最初は一番面白いですか、うんうん、もういい？はい。一応繋いどいたつもりなんですけど。一応繋いどいたつもりです。ね、ラッパー崎バチョフ。夜中にこっそり、肛門に、バンテリンを入れられた時の松本幸四郎のセリフランキング。第3位、ちょっと何してるんだ。第2位、やっていいことと悪いことがあるぞ。1位、行くぞ。バンテリン。
それ続いてはベスト3。ラジオネーム電池2個。お姫様抱っこをされた時の南こうせつが言いそうなこと。第3位、こら下ろしなさい。第2位、おいやめろって。第1位、キャいやいや、女の子じゃない。なんで南こうせつさんはいつも女扱いするんだよラジオネームエース。インスタグラムを乗っ取られてチンコの写真をアップさせられた翔英さんが言いそうなことベスト3。第3位、俺のインスタが乗っ取られてるよ。第2位、誰だよ俺のインスタ乗っ取ったやつ。第1位、うわぁ美味しそうな真っ先バカかよ、めちゃめちゃバカすぎるな。バカかこいつバカすぎるな、間違いないでしょ。ラジオネームスチールマン。阿部寛のアナルに入れたらさすがに眉を潜めるものランキング。第3位、アヒージョ3位なんすか。なんでちょっと耐えられた、なんでちょっと耐えられた、眉を潜めるぐらいで済まない。第2位、鉄アレおお、なんでしょ、意外と意外と良さそう。1位、闘牛ズローン。ギャグ漫画じゃないですか。穴穴の身じゃん。闘牛吸い込んでるじゃん、一応一回能力者。あげとこうパン。ラジオネーム石川フルボッキ。沢尻エリカ様にされたい拷問ランキング、3位、祈祷に別にという文字のタトゥーを刻み込まれる。2位、エリカ様の唾と清水のカクテルアナルで一気飲み。1位、包茎の包皮を思いっきり伸ばされダルダルになった皮をホッチキスでパチパチ止められる、これは本当のファンじゃないから全然響かない。誰かの真似してるだけそうです、うん、ラジオネーム AS。 風俗嬢がプレイ中にゲロを吐いてしまった時、要潤が言いそうなことベスト3。第3位、大丈夫ですか、体調悪いんですか、救急車呼びましょうか。第2位、すいません、どなたかいらっしゃいませんか、この方体調が優れないみたいです。第1位、きったねえなてめえ、何ゲロ吐いてんだブス。言わないっすよね、そんなこと。ジュンさん、うどんのこと絡めてくれよそうだラジオネーム起きてルーシー。俺の横チンを見た水川あさみさんに言ってほしい言葉ベスト3。3位、こらこらそっぽ向かないの。2位、枠にはまらないのかっこいいじゃん。1位、もうチンコかと思ったなんでちょっとあれ聞いてんのな、ないなラジオネーム、ラジオネームね、今頭痛が痛い。金玉が取れてしまった時やることランキング。3位、瞬間接着剤で元に戻す。やめた方がいいよ。2位、屋根の上に投げる。歯じゃねえか。1位、食べてほっぺのところでキープ。安全じゃないよ、ほっぺのところで。病院投げとくねえ、なんだろうな。ラジオネーム謎解きポテト。街でいきなり男性ファンにアナルに指を入れられた梅沢富美男が言いそうな言葉ベスト3。3位、おやるなら手こきもやってくれよ。いや、それ3位なん、それ3位なんすか。2位、指じゃ細すぎるよ、開け瓶用してこい。強いね。1位、やめろいや、それはそうだ。3位と2位何だったんだ、じゃあ面白いけどね、めちゃめちゃ怒られてる絶対どうしようかな。
なんか結構ね、パターンが結構似てるからね、難しいんだよな。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。芸能人名言ランキング。第3位、明石家さんま。生きてるだけで丸儲け。うん、第2位、ビートたけし。努力って宝くじみたいなもの。当たるかどうかわからないけど、買わなきゃ当たらない。第1位、有吉弘行。パンティーストッキングでキッチキチになったチンコを見ると興奮して勃起しちゃう。やめろ。何回言うんだよ、俺の牛島くんエピソード言うなよ。かんねやつだよ。ラジオネーム AS。理想の死に方ベスト3。第3位。48グループ全員のションベンを溜めたプールで溺死。第2位。篠崎愛のおっぱいを喉の奥まで入れられて窒息し。1位。家族に見守られながら老衰。そういう死に方なんだよ。満足するな、そんなもん。篠崎愛のおっぱい、餅じゃねえか。つまらせる人。飲む人いますけど。そっか、あとはどうしようかな。難しいところだな。あれそうだね。ベスト3、来週またちょっと面白いのお待ちしております。はいはい、一旦ブレイクします。コーナーね、はい、ベスト3、何でもランキングベスト3お願いします。ラジオネーム田中誠志郎。白豚こと村上春樹がアナルに極太バイブを突っ込まれた時に思わず言ってしまいそうなこと、ベスト3。第3位、あー、ノルウェー森が開墾されちゃう。3位で。第2位、この騎士団長殺し。第1位、ノーベル賞もノーベル文学賞もそこに入れて。バカじゃない。何言ってんの。そんな欲しいのかよ。あげよう。やっぱり欲しいんですね。ラジオネーム、AS。大谷翔平の160キロの剛速球をアナルに受けた翔英が言いそうなこと、ベスト3。第3位、いってぇ、アナルが取れる。第2位、ああ、いけ。1位、ああ、大谷選手だ、サインください。バカだよ、なんだよ、無傷かよ。俺無傷って。気にもしてないですね、もう。ラジオネーム、シドジェット気流。ひじきに陰謀を混入させた時の武田鉄矢の反応ランキング。3位、何ですか。第2位、これはやたら歯に挟まります。1位、僕はいりません、これは陰謀だから。古いんだよ。もっと今の徹夜あるだろう、なんか今のだとね、名作ですからね。ラジオネーム、うな重一丁。セリフばっかりなら最近。ラジオネーム、うな重一丁ね。スーツを着た仁王立ちの渡里哲也が右ポケットに手を入れ、おもむろに一つのピンクローターを取り出し、こちらに見せつけるように掲げたところで言いそうな渋い言葉ランキング。ほう。第3位、確定申告お早めに。ピンクローター関係ないだろ。2位、送料無料。ピンクローターがかな。あ、なるほど。1位、絡んできた、夢。夢言わないだろ。男とは飲むことよ、つっておっしゃってましたね。かっこいいですよ。したね。ラジオネーム、パンチドランカー斉藤。堀井学選手がスピードスケートの試合終了後、帽子を取った時に、観客席で見ていた森泉が
言いそうなことベスト3。すごいシチュエーション。第3位。わあ、うん、すごいハゲてるね。第2位。あの人、あの人の頭モザイクかけなくて大丈夫？1位。恐竜の金玉やないかい。言わないだろ、1位絶対。な、堀井学って、今時。めちゃめちゃじゃん。自分のわがままなシチュエーション作りすぎだぞ、お前。そこに力入れてみんな。そうですよね。堀井さん、久々だな。ラジオネーム、センター、恵比寿。お葬式に参列をした翔英が言いそうなことベスト3、うん、3位、あ、黒い服を流行ってんだな。第2位、あ、これが噂のお寿司のパーティーか。言ってる。1位、うわ、死体だ。翔英ばっかり。翔英もっと面白いだろう。ラジオネーム三平、めちゃくちゃギターがうまいのに全然モテないギタリストの特徴ベスト3、はい、3位、めちゃくちゃ髪が汚い。2位、めちゃくちゃ服がダサい。1位、あだ名はよっちゃん。これ吉尾じゃん、全部。ほら、全部そうじゃん。全部そう、一人じゃないよ。じゃないからない。一人のわけないだろ。でも痛むんだろうね。でも髪ずっと伸ばしてらっしゃって、あのそばとかかけてりゃな。そうでしょうね。大変だよな、あれ長い髪っていうのも。そうですよ。パッサパサだもんね、みんなね。そうですね。いや、経験ないからわかんないですけど。やってみたら。お前髪伸ばしたらどんな感じなんだろうな。います、割と太って。ナンシー関さんじゃない。ああ、何時関さんとか見てんだろうな。まさに関だし。おお、そうですけど、やっぱちょっと汚くないですか。なんでよ。なんかこう不潔な感じが増しちゃう。それだと清潔にしてりゃいいんだもん。うん。俺もお前も脇が好きなんだし。なんだしって言われても。さっき問題発言だけど、お前も好きだったのかと思っちゃったけど。いや、だからなんか初めて有吉さんと共通のものが見つかって今。俺なんか、いや、これ、そりゃ本人は気にしてるだろうしさ。まあそうですね。嫌だと思うけどさ、外国の人なんで結構それに寛容だとか言うんじゃない？結構。そうですね。俺もそうなんだよな。なんか可愛い女の子からほのかにその匂い、なんか、漂ってくるとさ、もうフェロモンとしか感じないよね。あ、でもマジその鼻の蜜を吸いに行く蝶のようにさ、はい、スーッとなんか惹かれてしまうっていう、はい、そうなんだ、俺もそうなんだよな。好きですよね。外国人感覚なんだろうな、多分。そうなんだ。だからメキシカンピラフ好きなのかもな。異様にな好きなんですよね。なーじゃねえだ、なかなか理解してもらえない。でも絶対いるとは思うんですよね。な、うん、なーじゃねえ。なーじゃねえ。なーじゃねえ。ラジオネームチェーンギャング5、絶対に他人に見られたくないものベスト3。いいですね、うん、3位、乳首。なんでだよ、男だろお前。3位かな。2位、アナル。1位、昨日初めて作ってみて4時間かかったけど真っ黒焦げになって失敗しちゃったハート型のクッキー。うるせえんだよお前。おじさんだろお前。どうせ知らねえけどお前、おじさんだろどうせ。おじさん、何言ってんだよ。乳首もあんなのも平気だろ。ましてクッキーなんて作んねえだろお前。ラジオネーム、今頭痛が痛い、 FM 群馬。柳葉敏郎の我慢汁を普段使っている目薬とすり替えた時、小田裕二が言いそうなことランキング。3位、くー、きたー。聞いてるじゃん。いいじゃない。2位、変わらないよ。あれ、これ舐めた方がうまい。してる。1位、ギバちゃんの我慢汁しょっぺー。分かってんだよもう。どういう関係なの。なんで分かる。
ラジオネーム田中誠志郎、シャカリキドブスのそこじゃねえよ発言ベスト3 3位、うん、目元パッチリっていうよりまあどっちかっていうと切れ長だからさ2位、やばい今日超顔むくんでる3位、あごめん1位、あすいませんパンケーキの生クリーム少なめでお願いします腹立つわ以上です。ランキングベスト3というコーナーで世の中のいろんなランキングを教えてもらってます。ラジオネーム油ぎっしゅゆう、広瀬すずにあって俺にはないものランキング3位おっぱい、2位髪の毛、1位家族お前ないのか寂しいな。そうですね、頑張れよラジオネームパンチドランカー佐藤、ごめんなさい、ラジオネームパンチドランカー斉藤、高橋名人が風俗に行って言いそうなことベスト3、うん、3位、お金払うんで乳首16連射してもらっていいですか2位、お金払うんでアナルにファミコンのカセット入れてもらっていいですか1位、ソープは1日1時間だいたいな、まあまあいいね、あげとくか。パン、ラジオネーム喉が渇いたルシール、金玉と荒川よしよしの簡単な見分け方ベスト3 3位、笑顔が可愛い方が荒川よしよし2位、袋の中に隠れてる方が金玉、うん、1位、こんにちはと言うとあこんにちはと言い返してくる方が金玉怖い話だったなんでそんなにラジオネーム、どうしようかな、エモペ、ガキの頃はうわーおっきいなーって感動したのに今となっては何とも思わなくなってしまったものベスト3、3位、家の窓から見える銭湯の煙突、うーん、第2位、お袋が作るオムライス、うん、1位、親父のチンコ切ないなこち亀みたいな、こち亀のいい話の時みたいなメールだったな、しかし煙突とか出てきますもんね、立ち退き橋とか、うん、ラジオのシドジェット気流、田中邦衛が食べるラーメンに陰毛が入っていた時のリアクションランキング3位、ホタル、こらーキクラゲだ2位、ジューン、店員さんには黙っておいてやれ優しい1位、ジュン、ごめん、ジュンが言うのか、ジュン、父さんこれは紛れもなく陰謀なわけでして難しいな、田中邦衛のリアクションじゃなかったのかい1位、そうですね、うん、ラジオネーム三平、ビッグスクーターにスピーカーを搭載し恥ずかしい J-POP を爆音で響かせながら街を走っているやつの特徴ベスト3、3位、味のないダメージジーンズを履きオーバーサイズの変なグラサンをかけている2位、十字架もしくはドクロをモチーフにしたアクセサリーがこの世で一番いいものだと思っている1位、親もバカ。続いては世の中すべての出来事、勝手にランキング、何でもランキングでしております、はい、ベスト3のコーナーでございます。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、沢口靖子さんがおすすめするリッツの上に乗せるものランキング、うん、第3位、生クリームとジャム、うん、第2位、ツナとチーズ、うん、1位、
小銭。乗るけど。ラジオネームシドジェット気流。天才卓球少年張本智和選手の掛け声チョレイの正しい使い方ランキング、うん、3位水谷選手との激しいラリーの末打ち勝った時にチョレイ、うん、2位コートチェンジ後にふと下を見ると水谷選手の陰毛が落ちていた時にチョレイ1位水谷選手のパンツの隙間から2個のピンポン玉が垣間見えた時にチョレイ注意じゃほとんどチョ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 レイチョ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 レイ水谷さんチョチョチョレイ注意いやそれチョレイだからチョ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 レイだからそれチョ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 レイ何言ってあげとくじゃパンラジオネーム夜嫌いの夜行性 A クラ7の美脚でやってみたいことランキング3位触るシンプルなシンプルだな2位足で首を絞められる1位逆上がりそんなに長くねえな触るが一番いいです、ね、はい、ラジオネーム三平かつて夜も引っ張れの出演者たちの間で流行していたであろう赤坂康彦の呼び名ベスト3 3位キャップメガネ2位オーライ君オーライ君1位あいついやそうだよ、ね、あいつあいつって言ってます、ね、お前もだってお盆師匠のことあいつって呼んでるあいつじゃないですあ来たあいつ来たよあいつじゃねえかラジオネームムー大陸死ぬまでにしたいことベスト3 3位就職2位富士山登頂、うん、1位アナルセックス知ろって全部できるだろ全部簡単にできるから就職難しいですよ就職難しいです最後ちょっと難しいかじゃあ、うん、ラジオネームセンターエビス彼センターエビス俺がまだ童貞である理由ベスト3 3位理想が高すぎるゆえに妥協を知らないから2位自分に自信がなく女性とのコミュニケーションを避けているから1位母親の育て方が悪かったからひどいバカじゃないの全部ダメだわ理由があげときますパンラジオネームチェコの大砲ドローンが運んできたら可愛いものベスト3 3位どんぐり、うん、2位金玉1位広瀬すずいやもう2位で違うからもう2位で可愛いかないやん別に金玉ドローンが運んできて可愛いもんね3位どんぐりはまだ分からない、うん、2位金玉広瀬すずじゃな、うん何が可愛いかな、うん、可愛いもん可愛いの、まあ、普通はお花とかなあそうですねなんかそんなもんだろうですね、うん、なんだ金玉金玉か2位の金玉が違いすぎて1位の広瀬すずがもうわけわかんなくなってるだろ若手芸人のネタに対するダメ出しみたいですよくわかんないよラジオネームラッパーザキバチョフさすがの北王子金也でも痛みで少しだけ顔を歪ませるものランキング、うん、
3位ヒョードルに殴られる。もっと痛がるだろう。2位軽トラに引かれる。いや痛えわ。1位馬にロープで引っ張られて両手両足をもぎ取られる。そうまでしないと普通に顔を歪めないっていう。どんだけ強いんだよ。いい加減してくれよ。ラジオネーム S ロー。どうしてもおしっこを飲ませてくれない広瀬すずちゃんの心を動かせそうな一言ランキング、うん、3位おしっこを飲まれた女優は将来大成するって聞いたんだけどなぁ。2位アナル見せてって言われるよりはマシでしょう。1位お姉さんはすぐ飲ませてくれたんだけどなぁ。だよ。動かないよそんなことで。じゃあそうかなぁって言わないだろ。お姉ちゃんが、うん、ラジオネームパンチドランカー斉藤。小泉純一郎がノーパンしゃぶしゃぶで接待を受けた時に言いそうなこと、うんうん、3位小泉がダメだというのは構わない、でもノーパンしゃぶしゃぶがダメだというのは許さない。2位構造改革なくしてノーパンしゃぶしゃぶなし。1位パンツって出勤してから脱ぐんですか、それとも家から履いてこないんですか。急にだったの。たまにあるけど、なんで小泉さんのセリフ言いたがるんだよ今時。ラジオネーム田中誠志郎。アパートの排水口から失敬した陰毛と髪の毛から俺が女子大生のものだけを選別していたところ、マヤミキさんが、マヤミキさんと出くわした時の、マヤさんのリアクション。3位、なんてこと？この人は手元も見ずに正確に女子大生の陰毛と髪の毛選別してる。ありえないわ。感心してるじゃん。2位こんなの一朝一夕で身につけられる技術じゃない、日本にいや世界にまだこれほどの職人が残ってたなんて。どっちも肯定的に肯定今のところ。1位すみません、ビビットで総力取材させてください。全部褒められてる。一個怒られたり気持ち悪いって言われるのかなと思ったら全部肯定的な。そんなん。ラジオネームケツダシエッフェルト。ビーズの松本さんが普段稲葉さんによく言っていることランキング、うん、3位うん、そろそろ音合わせよっか。に、今日サングラスかけていい？いや、生意気だったらかけないんだけど。1、さっき言ってたパン、コンビニで買ってきたよ。あ、コーヒー忘れた。もう一回行ってくる。そういう関係じゃないから。グラミー賞だから。ラジオネーム、ラジオネームキント。本当の友人は誰一人いないランキング、3位俺、2位翔英、1位要潤。そんなことねえわ。ブレイク